大友博士は、日本の演出家、映画監督、元 NHK 職員。岩手県森岡市出身。森岡市立上田中学校、岩手県立森岡第一高等学校を経て、慶応義塾大学法学部卒業。1990年に NHK 入局、秋田放送局に、ディレクターとして配属される。全国放送ドキュメンタリーを担当するほか、 若者向けローカル番組、NHK のドジマンや高校野球中継など様々な番組を担当。1994年からドラマ番組部に在籍。1997年から2年間、ハリウッドの撮影現場や南カリフォルニア大学等でディレクティングや脚本など映像に関わるあらゆる技術を学んだ。1999年帰国、制作局、 第2制作センタードラマ番組部所属。2007年、当時の金融ショックと世情を反映した土曜ドラマ、ハゲタカでは、国際番組コンクールの一つであるイタリア賞を筆頭に、国内外で多数の賞を受賞した。同ドラマの続編として2009年に公開された、映画版、ハゲタカで映画監督デビュー。スペシャルドラマ、シラス二郎にて、 アジアンテレビジョンアワード賞励賞等受賞。その後、NHK 史上最年少で、チーフ演出を務めた大河ドラマ、龍馬伝では、長回しの多様や俳優を泥だらけ、汗まみれにさせるなど、リアリティを追求した斬新な演出方法が取られ、業界内にも様々な反響を呼んだ。2011年4月30日付で NHK を退職。同年五月株式会社。 大友博事務所設立。2011年8月にワーナーブラザースジャパンと3本の監督契約を締結。その第一弾として2012年8月25日公開、ドローニケンシンがフリーシン後発の監督作となり、30.1億円の国内講習となる。64カ国に地域及び各国映画祭で上映。主演の佐藤健と共に、 招待作品として上映された、不山国際映画祭に舞台挨拶のため登壇した。フリー転身後2作目は映画、プラチナデータを手掛け、前売り券の初日売上が当時の東方史上最高額を記録したほか、公式ツイッターのフォロワー数が当時の東方作品史上最高の59,800人を記録するなど、数々の記録を更新した。ありがとうございます。